メインチャンネルは D ラボです。そして YouTuber サブチャンネルです。どうも、ダイボです。というわけで今日もやっていきたいと思うんですが、本日はですね、ぜひ DJ 社長にお勧めしたい放送になっております。見てるか？はい。酒には気をつけろよ。というわけで僕もお酒好きなんですけれども、まあお酒ってコミュニケーションを促進してくれたりとか、ものすごく寿命が長い人たちが住んでいるブルーゾーンとかあるんですけど、そういうところって、まあ宗教上の理由だったりだとかいろんな理由で、お酒を作ってたりとかワインとかね、あとはなんかこう陽明酒みたいなお酒じゃないですけど、そういうものを作ってるところが結構多いんですよ。だから、もうお酒と人間っていうのは密接な関わり、宗教とか文化とかとの関わりがあるので、お酒を全面禁止する必要は僕はないと思うんですよ。ただ、やっぱりアルコールっていうのは体に、特に肝臓へのダメージっていうのが大きいです。でこの肝臓のダメージっていうのが蓄積するとどうなるかっていうと、人間って老化しやすくなるんですよ。炎症とかアンチエイジングにはやっぱり肝臓ってすごい大事な器官なん で、この肝臓をじゃあ酒を飲む分いたわってあげればいいんじゃないかと、はい、いうことで今日はですね、そんな肝臓に効くですねサプリやら食べ物やらそんなものをですね紹介したいと思います。酒を飲むんだったらこれを飲まないとやべえぞってものをですね今日は紹介していきたいと思います。僕も全部使ってます。はい、ぜひですね使ってみてください。全部やんなくてもいいんだけど1個でもいいのでぜひ試してみてください。で効果が出るものを残しておくっていうのが一番いいと思います。そして、ね、証拠にもなく飲むというね、本日のワインは僕の大好きなブルゴーニュに生産したオリビエ・バーンスタインのワインを飲みながらやっていきたいと思います。乾杯。うん、やっぱうまいね。酒はやめられないんだよな。はい、ただまあ、お酒も適度に飲んで、適度に飲んだ上で、その、吸収できるレベルのダメージをいろんな生活習慣で吸収していくのが大事なんで、今日はそれをご紹介していきたいと思います。はい。多分、この放送が終わる頃には売り切れてるサプリとかもあると思うんで、全部やんなくていいんで。一個ずつ試してみてください。自分に合う合わない必ずありますんで。で、一応今回のサプリは、二日酔いに効くものではなくて、あくまで肝臓へのダメージの蓄積を抑えるものになってますんで、そこのとこちょっと間違いなくという感じですね。はい。それでは第5位です。第5位は、これね、多分ね、女子好きですよ。食物繊維コーヒーかけるオーツミルクのコンボです。はい。これどういうことかっていうと、実は食物繊維とこのコーヒーに含まれているフラボノイドって同時に取るのをですね、僕ずっと前にやってるんですけど、なんでかっていうと、腎臓と肝臓のですね、ダメージとか、いわゆる僕あんま好きじゃなくてデトックス的なですね、その解毒作用を高めるってことが分かってるんですよ。コーヒーとか食物繊維っていうのは。だからこのコーヒーと食物繊維を同時にコンボにすると、まあ、肝臓も腎臓も同時に至ることができるんでいいですよと。ところが、やっぱりカフェインの問題だったりだとかってのもある人いると思う。でもこれあくまでフラボノイドなので、ちゃんとした作り方をしているデカフェのコーヒーだったら問題ないですし、苦いのが苦手なんです私って人はオーツミルクダバダバ入れてもらえれば非常にですね女性でも飲みやすいですね形にできますので、はい。で僕の説明は、僕普段コーヒー入れます。入れてそこにオーツミルクを入れます。でさらにそこに、食物繊維のねサンファイバーってやつ僕使ってるんですけど、味が変わらなくて一瞬で溶ける食物繊維のスティックがあるんですよ。それをバーって入れるんですよ。でこれ混ぜてで飲むという風にすると、あら不思議、肝臓と腎臓同時にいたわれるですねスーパードリンクの完成なわけなんですね。はい。一応おすすめの食物繊維とオーツミルク概要欄の方に入れておきますので、よかったらぜひですねお好きなコーヒーに入れて試してみてください。というわけで第5位は食物繊維オーツミルクコーヒーでした。はい。では続いて第4位です。はい。第4位はミルクシスルです。はい。ミルクシスルってなんかあんまり聞いたことない方いらっしゃると思うんですけど、マリアタミっていう名前のハーブの仲間なんですよ。で昔からアーユルヴェーダみたいなイメージです。昔から肝臓のですね、解毒作用を高めるために使われてきたっていうですね、そういう薬草なんですね。はい。で、実際に肝臓の数値を良くしたりとか、あといくつかの研究によると、肝臓のですね、タンパク質、新しいタンパク質の合成と DNA の合成をですね、増加させるっていう効果が認められておりまして、肝臓の炎症とかには結構効くわけなんですよ。はい。だから、まあ、大体朝晩、150mg ぐらいのミルクシスルを取ってあげることによって、この効果が期待できますので、ぜひですね、おすすめです。やってみてください。ということで、第4位が、ミルクシスルでした。それで第3位。第3位は TMG とクレアチンのコンボです。TMG。卵かけご飯じゃないですよ。はい。TMG とクレアチンのコンボ。TMG ってのはこれトリメチルグリシンというですね、成分でして、活性メチオニンっていうのをサポートしてくれる成分なんですよ。で、実際に研究でも脂肪肝怖いですよね。肝硬変になっちゃいますからね。脂肪肝を減らす作用があるということが分かったりとかしてるんですね。で、さらにこれクレアチンとコンボにすることによって肝臓のダメージを修復する効果が上がるよって研究が出てますので、トリメチルグリシンと筋トレとかをしてクレアチン取る人なんかはですね、コンボにして取ってあげるといいんじゃないかなということですね。だいたい1日 500mg から1000mg ぐらい、取れば OK です。はい。でもちょっとサプリそんなに買うのはって方は、ほうれん草とかビーツとか大量に食うとトリメチルグリシン入ってるんで、それでもいいと思います。まあ僕は基本的にクレアチンとトリメチルグリシンを一緒に取るように、してますね。はい。僕 1000mg ぐらいがっつり取っちゃってますけど、はい。これも一応おすすめの、サプリ概要欄の方に入れておきます。次第2位です。はい。
第2位は NAC です。はい。もうなんか頭文字ばっかりだな、みたいな感じする方もいらっしゃると思うんですが、NAC は N アセチルシステインの略ですね。これ NAC は肝臓のですね、解毒作用、効果を高めるって言われているグルタチオン。これをですね、作り出す作用があると言われている成分なんですね。実際に、肝炎だったりだとか、肝臓のね、不全だったりだとか、そういった、まあ、病気を和らげるっていうのにも使われるだけじゃなくて、薬とかね、の飲みすぎ、お薬をいっぱい飲むことによって肝臓にダメージが蓄積していって人って結構いると思うんですけど、この薬の飲みすぎによる肝臓ダメージまで効くので、これかなり強力な薬なんですよね。僕は結構全幅の信頼を置いております。ちなみにこの NAC によってですね、作られるグルタチオンっていうのは、解毒作用と、あとは、抗酸化作用が非常に強いというふうに言われてまして、アンチエイジングにもですね、結構ね、インパクトがあるよっていうふうに言われてるんですよ。だいたい1日750から 1000mg ぐらい、取れば OK なんで、ぜひですね、結構ね、持病とかあって薬飲んでる方なんかにも、まあ、お医者さんともちろんそういう場合相談してもらいたいんですけど、もうその薬のダメージにも効くぐらいなんで、かなり強力なんで、これはもう強くお勧めしておきたいものですね。というわけで第2位が NAC、N アセチルシステインでございました。はい。そして、労働の第1位。第1位はですね、コリンです。コリン。はい。コリンってね、これさっき言った肝臓の活性メチオニンのですね、レベルを助けてくれるっていう、そういう成分になっておりまして、これ活性メチオニンレベルさっき説明したとこなんですけど、下がると、脂肪肝になっちゃったりとかするわけなんですよね。で、このコリンをですね、摂取することによって、このですね、脂肪肝の予防とか改善効果っていうのが得られるわけなんですよね。はい。ちなみにこれ活性メチオニンって、ダイレクトに活性メチオニン自体を買うこともできるんですけど、すげえ高いので、コリンとかを使った方がね、おすすめです。はい。まあ、大体1日250から 500mg ぐらい、コリン取れば OK なんで、はい、ぜひですね、やってみてください。というわけで、堂々の第1位は、コリンでした。はい。で、今回一応紹介しなかったんですけど、サプリって言ってたんで、実はね、この第1位のコリンとね、同じものを食べ物から取る方法が1個だけあるんですよ。で、これ何かっていうと、卵です。そう。卵の黄身、卵黄の部分ですね。この卵黄の部分を1日4つ食ってください。4つ。で、こうすると、必要な分のコリンが取れるので、だからお酒飲む人は1日卵4個食べるっていうふうに覚えておいてもいいかもしれません。でも女性とかね、あとはちょっとカロリー制限とかしてる人で、卵4個も食えねえよっていう方は、おとなしくコリンのサプリを買うのをお勧めしております。はい。一応概要欄の方にね、僕も使ってるコリンのサプリ入れておきますので、興味ある方はぜひ、ゲットしてみてください。あとは今回入れなかったんですけど、ウルソデオキシコール酸なんかも実はいいんですよ。ミアリ酸っていう、有名な商品があったりとか、あと黄体酸とかにも入ってる成分で、水溶性のですね、胆汁酸です。はい。肝臓の炎症とか酸化をですね、抑えるっていう、作用でですね、非常に知られている成分で、成長剤として、腸内環境を整えるっていうので、非常に有名なミアリ酸っていうのの主成分も、このウルソデオキシコール酸なわけなんですよね。まあ、だから、まあ、ちょっと、サプリとしては入れなかったんですけど、ウルソデオキシコール酸でもいいと思います。アイハーブとかから買うのめんどくせえって方は、とてもいいと思います。はい。まあ、腸内環境を整えてくれるんで、一石二鳥なものではあると思います。ただ僕ちょっと実はこれ使ってないので、はい。だから、おすすめしなかったんですが、これでも全然いいと思いますよ。はい。だから、まあ、卵黄と、まあね、今日ご紹介したね、サプリのどれかを取るとか、コリンを取るとか、ぜひやってみてください。というふうにですね、肝臓をやっぱりいたわるっていうのは、肌をきれいにしたりとか、自分を若々しく保つ上で非常に必須な知識になってくるんですよ。でね、この炎症対策、体の内側を若く保つことができれば、肌なんて勝手にきれいになります。僕だから肌結構きれいだと思うんですけど、これはそういうことを内側からやってるだけで、外側からほぼ何もしないんですよ。ココナッツオイルとか、キャスターオイルとかそういうのちょっと塗ってるぐらいなんで、保湿が僕何もしないんですよ。内側からやっぱり肌とか、炎症ってのは対策するもんです。で、その方法をですね、概要欄の方にリンク入れてきますので、ぜひですね、チェックしてみてください。続きは概要欄の方から Dラボで炎症対策、科学が見つけた唯一の若肌の作り方で、お会いしましょう。肌が綺麗になると人生変わりますからね。はい。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。今日ですね、ご紹介するのは、まずはやばい食品、絶対避けた方がいい食品と、スキンケアに効く食べ方っていうのをですね、ご紹介します。だから、基本的にはさっき言った3種の神器を使ってもらって、カバーしてもらって、で、塗るもの以外はですね、こっちを参考にしてみてください。でもこっちの方が強力だと思う。食生活変えましょうっていう話なんで、はい。で、まずは食べちゃいけないもんですね。はい。食べちゃいけないものなんですけど、一つ目はですね、低正糖です。低正糖ですね。これ何かっていうと、まあ、お砂糖ですね、白いお砂糖ですね。肌荒れとかニキビの原因っていろんな原因があるんですけど、最近よくですね、研究者の間で話題になってるのが、GI 値が高い食品なんですよ。例えば2017年にニューヨーク大学がですね、行った研究とか、観察研究とかだと、ニキビがないですね、男女32名と、ニキビに悩んでる男女ですね、32名を集めて、普段の食事状況をですね、比較するって実験を行ったんですね。そうすると面白いことにですね、もちろん体質もある程度あると思うんですが、普段の食事状況を比べてみると、ニキビがですね、多い人ほど、パンとか、シリアルとか、パスタとか、あとはですね、添加されてるお砂糖、白いお砂糖とかのですね、消費量ってのが非常に多かったんですよ。だから、砂糖を取れば取るほど、肌荒れとかニキビが出やすくなるってことなんですよね。これなかなか怖い話ですよね。で、次がですね、エスキシェヒルオス
ス漫画字大学ってですね、もうなんか下かみそうなですね、大学がですね、2012年の行った横断研究でも同じようなことが分かってまして、2300名の若者に細かくですね、食事、ね、あの生活をですね、尋ねたっていうですね、こういう研究があれば、2300人の若い人に細かく尋ねるってすごいですよね。はい。その添加糖を毎日のように食べるものはですね、そうじゃない人に比べて、ニキビの発生率がですね、1.3 倍も多かったんですね。だからやっぱり、砂糖って危ねえんだなってことが分かるんですよ。で、この原因っていうのはまだ完璧には分かってないんですけど、現時点の一応ですね、研究者のコメントによると、やっぱりその精製糖によって、体内のですね、血糖値とですね、インシュリンレベルがバコンと上がるんですよ。で、これは何が起きるかっていうと、インシュリンレベルと血糖値が上がると、男性ホルモンが活性化するんですよ。で、さらに、これと同時に、IGF-1 というですね、いわゆる成長因子が増えるんですね。で、こうするとどうなるかっていうと、肌細胞がですね、異常にですね、こう活性化してしまって、肌細胞の異常な増加と、あとはですね、皮膚のですね、いわゆる皮脂ってありますよね、油ですね。このですね、分泌がですね、異常に起きてしまうと。で、これによって、ニキビができてんじゃないのってことがですね、示唆されてるって話なんですよ。だからね、糖分と体が興奮しちゃって、油がいっぱい分泌されちゃって、それでですね、ニキビが出る可能性があるよってふうに言われて、さらに男性ホルモンも出るから、あんまお勧めしないですね、女性の場合はね。そう、だから女性ほど甘いものをですね、食べるとですね、あんまよろしくないかもしれないですよね。で、他、よくね、牛乳いいんですかみたいなことですね、聞いてくる人いるんですけど、これ実はですね、乳製品も、ニキビリスクを上げるってことがですね、分かってるんですよ。はい。精製糖と同じで、乳製品もですね、さっき言った IGF-1 というのは、いわゆる成長因子ですね、これの増加につながるため、昔からですね、ニキビと関係してんじゃないのってことが言われてたんですよ。で、実際に、ハーバード大学が大規模な研究を行ってくれてまして、2005年に 47,355人のですね、女性をですね、調べたっていうですね、研究、観察研究があるんですけど、で、この研究によると、乳製品をですね、食べれば食べるほど、ニキビがですね、こう増加していくと。相対リスクとしてはですね、1.12 からですね、1.44 ぐらいの間だったんですね。まあだから、まあまあ相関あるよねと。で、同様にですね、2008年に4273人のですね、少年たちをですね、調べたっていう観察研究でも、やっぱり相対リスクが 1.10 から 1.19 っていうですね、数字が出ていて、まあその精製糖ほどやばくはないんだけど、さっき言ったね、お砂糖ほどやばくはないんだけど、弱い関係なんだけれども、乳製品によってですね、力みリスクが増えるかもしれないということですね。はい。結構チーズとかですね、油脂が多いものとか食べる人なんかはですね、結構気をつけた方がいいかもしれないですね。はい。で、今ちょっとですね、油脂の話になったんで、油の話も一応しておきましょう。オメガ6ですね。オメガ6脂肪酸。まあ、オメガ3はいいって言われてます。オメガ6はよくね、悪者にされますけど、オメガ6はですね、肌荒れにもちょっとネガティブな影響を与えるってことが分かってるんですよね。オメガ6脂肪酸はですね、実はですね、炎症を促進するですね、効果があるんですよ。まあ、皆さん、ね、聞いたことあると思いますけど、だから昔から肌荒れと関係してんじゃないのってことを言われてきたんですよ。ただですね、これ面白いことに、今、オメガ6と肌荒れがどれぐらいですね、関係してるのってことは、RCT はですね、行われてないんですよ。だから今は、観察研究しかないので、観察研究から判断するしかないんですけど、だからですね、まあ、さっき言ったみたいに、精製糖とか、乳製品とかほどは気にしなくてもいい。だから気にする順番で今紹介してます。もう、精製糖やばい。乳製品はまあ、気にならなら控えてみたらって。で、オメガ6は、まあ、炎症促進しちゃうから、ない分には越したことないんだけど、肌荒れとどこで関係するか分かんないよって話ですね。はい、一応。で、一応観察研究から判断するしかないんですけど、2002年にですね、ワシントン健康栄養研究所がですね、行ったコホート研究とか見てみると、オメガ6脂肪酸、まあ、コーン油とか大豆油みたいな、そういうやつですね、の消費量が多ければ多いほど、ニキビの症状がですね、上がるっていう相関が一応出てるので、まあ、体には良くないんで、避けた方がいいんじゃないのっていう話ではありますね。はい。じゃあですね、ここまで食べちゃいけないものをご紹介しましたけど、じゃあ後半は、じゃあ何どう食べればいいのって話をしていきたいというふうに思います。で、これ当然なんですけど、